今世界はあるべき姿にあらず、歪みに満ち、もはや破滅は免れない。定めに抗い変革を望む者、それは時にトリックスターとも呼ばれた。何時トリックスターよ、今こそこの世の歪みの深淵に立ち向かうがいい。すぐに始末しろ。よし、逃走開始だ。行くしかない。アタッシュケースはこっちで回収しとく。こっちのことは心配無用だ。逃げ切ることだけ考えてくれ。それにしてもさっき大勢の客の上であえて姿を晒したのはうまい陽動だった。よし、敵の目がジョーカーに集まってる。こっちはうまく抜けられそうだ。やっちゃって、ジョーカー。逃げ場はないぞ。じゃあな。どうした？何があった？おい、ジョーカー、無事なのか？ジョーカー、確保！子供とはな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現人、現行犯逮捕。薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。素直になれ。それともお注射もう一本いくか。異謀に脅迫、名誉毀損、
狂気準備集合罪。本当は殺しもだろ。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。無事に出られるなんて思うなよ。地検特捜部の新島です。被疑者にどうしても確かめたいことが。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに新島再検事ですか。たった今お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。正直言って迷惑なんだよ。ああ検事さん、時間は切らせてもらうよ。長話は許可できない。わかりました。君だったとはね。もう一度、今度は私の質問に答えてもらうわ。あの連中、きっとここでは何でも起こるわ。私じゃ止められない。だから正直に答えて。それに私も時間がないの。目的は何だったの？なぜこんな大事件を引き起こしたの？私は最初からいたずらだなんて思ってなかったわ。でも立件には持ち込めなかったわ。手口が分からなかったから。分かるはずがない。そうね、あんな世界、報告を聞いたくらいじゃ到底納得できない。君はいつどこであの世界のことを知ったの？他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？さあ話しなさい、すべてをね。あなたは囚われ、あらかじめ未来を閉ざされた運命の囚われ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。お願いです、このゲームに打ち勝ち、どうか私たちを救って。We'll be right back.
願いです。このゲームに打ち勝ち、世界を救って。逆転の鍵は絆の記憶、仲間と掴んだ起死回生の真実。全ては半年前、ゲームが始まったあの日。どうか思い出して、あなたと世界の未来のために。見慣れない景色。まもなく渋谷、渋谷終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。そうだ、俺は東京に来たんだ。あの日、酒に酔った男に絡まれていた女の人を助けようとして。いいから車に乗れ。いや、離して。ふざけやがって。警察呼びますよ。おう、呼んでみろ。警察なんて俺の犬だ、相手にもされないだろう。いや、やめて。助けないと。誰か通報しやがったか。お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。車に乗れ。あの、向こうに行け。うせろガキ。助けて。あの、話せ。このガキ訴えて。ほら歩け。いや、ほら、いや、あの、ほら、あの、いや、こうするな。ちょっと。そして俺は逮捕されて保護観察処分になった。裁判所の指導で転校、転居を迫られて両親もそれを承諾。親の知り合いのつてで東京のある人のもとに預けられることになった。俺は助けたかっただけなのに、正しいことをしたはずなのに。救いたい、そう願った心は打ちのめされて沈む。街は騒ぐ、人は行き交う、でも心は行き着くあてもなく。きっとこの世の果てまで歩いても、この世界に俺の居場所はない。反逆の意志が胸の奥揺れる。全てを受け入れるしかないのか。鎖に縛られた心きしんでる。痛む心抱えて俺は一人。見て、明智くん。本当だ、やば、超かっこいい。今世の中には自分だけの尺度による身勝手な正義がはびこっています。そんな歪んだ正義を正すことが僕の使命だと思っています。歪んだ正義。抱えて俺は一人。
純喫茶ルブラン、ここか。お前が音大月、今日からお世話になります。桜宗次郎だ。一年間お前を預かることになってる。一応事情は聞いてるよ。傷害事件を起こして前歴がついたんだってな。男に言い寄られてる女をかばったら男が怪我して訴えられただっけか。大人相手に余計なことをするからだ。向こう一年はおとなしく暮らせ。何も起こさなきゃ観察も解ける。問題起こせば少年院送りだぞ。明日囚人に行くからな。囚人？囚人学園高校、てめえで通う学校だろうがよ。上の屋根裏がお前の部屋だ。届いたお前の荷物置いといたからな。逮捕、裁判、前歴、このガキ訴えて。俺は助けたかっただけなのに、正しいことをしたはずなのに。さっきのアプリだ。消したはずだけどな。朝が来たって変わらない、どこにも俺の居場所はない。ようこそベルベットルームへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。お前を呼び出したのは他でもない、お前の命にも関わる大切な話をするためだ。大切な話？この部屋のありようはお前自身の心のありよう。よもや牢獄が立ち現れるとは、お前はまさしく運命の囚われ。近い将来その身に破滅が待ち受けているにそう。破滅なんて冗談じゃない。そう焦らんでいい。抗う術はある。更生するのだ。自由への更生、それがお前が破滅を回避する唯一の道。世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。破滅なんてごめんだ。お前の更生の奇跡拝見させてもらうとしよう。地下鉄脱線事故の続報です。脱線車両の運転手は警察の調べに対し、なぜ過剰にスピードを出したのか自分でもわからないと話しているとのことです。先日より立て続けに起こっているバス暴走死傷事故、トンネル内放火事件、毒薬混入事件、そして今回の脱線事故も含め、最近動機不明の不自然な事件が相次いでいます。そこで今日は明智五郎さんにスタジオにお越しいただいて、これらの事件についてお話を伺います。明智さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。探偵王子の再来とも言われる明智さんですが、こうした事件の原因に関してどのようにお考えですか？今の段階で断定はできないですが、僕の推理ではおそらくこの事件が一つの線でつながるのではないかと思っています。この事件が全てですか？はい。
他にもコンビニ爆発物事件、内閣府サイバー攻撃事件もそうでしょう。そこに何らかの悪が存在しているとしたら、僕は徹底的に暴いていくつもりです。この世界は善と悪、嘘と誠が絡み合うラビリンス、正義の弓を掲げてうごめく悪に放って射抜け迷いる、ひらめきインスピレーション、潜む闇を暴け、選ばれし姿勢よ、光を解き放て、全ては正義のために。明智詐欺は後ほど改めて詳しくお話を伺ってまいります。はい、よろしくお願いします。じゃあ転校の挨拶しに行くか。頼むからおとなしくしとけよ。改めて伝えておくが、問題を起こせば即退学処分だ。うちを追い出されたら行く場所はないぞ。肝に銘じておけ。はい。こちらが担任の川上先生だ。川上貞代です。君が問題を起こしても私は一切構いません。そういう約束ですよね、校長先生。全て彼の責任だ。明日登校したら職員室に来なさい。教室まで案内するから。説明終わったならもういいですかね。店開けてきてるもんで。住む場所が変わったってやったことはなくならねえってこった。もし大学になったらうちからも追い出すぞ。気をつけます。失礼します。ん？おお、鴨志田先生、大会に向けてバレー部は順調かね。もちろんですよ、校長。君はこの学園一の功労者だ。いやいやいや、バレー部を強くして、我が校を有名にしてくれた。見たまえ、鴨志田君。はい。鴨志田先生を取材に来ている報道陣たちが。カメラが、カメラが、カメラが。カメラ来てますね、今日。カメラ来てますよ。そうですか。せっかくですから、ちょっと撮ってもらいましょうか、カメラに。いや、動画です。動画で、動画だな。動画、静止画じゃないですよ。いや、ちょっと古い考えだったな。古いですね。でも落ち着きませんね。ちょっといいですか。しゃ。鴨志田先生。はい。本当に我が子は鴨志田先生におんぶに抱っこ。いや、そんなことない。本当にありがとう。この思いをね、はい、直接言うとって今言ってるけど、はい、なんかちょっと恥ずかしいので、はい、謎かけにしてみました。謎かけ。はい。あ、いいですか。あ、もちろんです。はい。鴨志田先生への思いとかけて、はい、公務員の住宅ばっかりと解く。お、その心は感謝しかない。お、わかりますか。つまりあれですよね、官公庁の官、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 官の官の社、社と、と、あとありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうっていうのの合わせです。はい。急になんかあれですね、急になんか感謝とかされてなんか終わりの感じ出してきてますけど。え、そうですか。どうしました。いや、 なんか今日しかもう言う機会ないかなと思って。いやいやいや、明日明後日も学校ありますから。ああ、そうですね。そうですよ。いや、急にすいませんでした。いや、でもね、せっかくですから、鴨志田先生に対する感謝の気持ちをね、ドーンとね、私は今言いたかったわけですよ、校長。例の転入生が挨拶に来たって聞いたんですけど。ああ、今ちょうど終わったところだよ。なんだ、顔でも見ておいてやろうと思って来てやったのに。なんで、よりにもよって前歴持ちの問題児を編入させたんですか。いろいろと都合があってね。まあ、なんかあったら私がすぐに追い出してやりますよ。ああ、頼んだよ。呼びました。事件ですか、蔡さん。まだよ。あなたの意見を聞きたいだけ。地下鉄脱線事故のことですよね。バス暴走死傷事故から始まった一連の事故と何らかのつながりがあるんじゃないか。この前
テレビで言ってたわよね。全ての事件は一つの線でつながるって。ええ、まだ今の段階では僕の推測ですけど。話寿司屋にしましょうよ。遅くに子供こち使ってるんだし。回るやつ。やっぱ振ってんじゃん。宿題やった？え、宿題なんてあったっけ？英語のプリント。やべ、やってない。一元なんだっけ？なんだっけ？あ、音楽じゃない？あ、そうだ。おはよう。学校まで乗ってくか。遅刻するぞ。ありがとうございます。おっと、君もか。いえ。ほら、行こう。濡れるぞ。くそ、変態教師。変態教師？あ、なんだよ、鴨志田にチクる気か？鴨志田？は？今の車だよ、鴨志田だったろ。好き放題しやがって。お城の王様かっつうの。そう思わねえか。お城の王様。ああ。え、いやだから、え、お前囚人だよな。囚人？ああ、たぶん。いや、なめてんのかよ。囚人学園だろ、その制服。見ねえ顔だな。あ、もしかして転校生か。なら知らねえわけだ。大した雨じゃねえだろ。遅刻すんぞ。なんだかめまいがする。うひえ、頭痛え。もう帰りてえよ。ああ、え、道間違えてねえよな。いや、合ってるよな。え、どうなってんだこれ。あ、中入って聞くしかねえか。え、ここが学校？いや、そのはずだぜ。どうなってんだこれ。あ、県外？どこ来ちまったんだよ、マジで。うわ、びっくりさせんなよ。誰だお前。生徒なのか？なんだよ、おい。どういうことだ？いや、男子ら、俺だって分かんねえよ。おい、待て。おい、なんだよ。なんだよ、こいつら。おい、おれんだろうが。連れて行け。いや、感じて。待て。離せ。黙ってやるぜ。あっ、だよ。待て。おい、くそ。大丈夫か。あ、そっちは。なんとかな。どうやら夢ってわけじゃなさそうだぜ。くそ、どうなってんだよこれ。おい、こっから立ち上がれ。え、なんだ今の。おい、これ絶対やめえだろ。どっかから逃げられねえのかよ。俺様の城で勝手は許されない。まさかお前、鴨志田。鴨志田？ただの小僧と思ったら坂本貴様だったとはな。また逆らうのか。一人じゃどうにもならんと今度は仲間を引き連れてきたのか。お前ふざけてんのかよ。王に向かってその口の聞き方は何だ。我が城に忍び込んだ挙句、王である俺様に悪態をついた罪、死をもって償ってもらうとしよう。意味わかんねえんだよ。処刑だ。おい、おい、おい、なんだこれ。おい、鴨志田。いっ、とにかく逃げんぞ。やめろ。いいから逃げろ。こいつらマジだぞ。おお、貴様逃げるのか。随分と薄情な仲間だな、おい。仲間じゃねえよ。ほら、早く行け。どうした？おじけづいて逃げられないか。では俺様はこいつの処刑に集中するとしよう。そう、レイン。
このクズが、ゴミ虫め。さっきまでの威勢はどうした？こんなゲロ、殴る価値もない。今殺せ。やめろ。ん？お前、俺が誰だかわからないのか？腹立たしい目をしよって。そうレイズ抑えた。あいつを処刑したらすぐに殺す。やめろ。死にたくねえ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。どうした？見ているだけか。我が身大事さに見殺しか。このままでは本当に死ぬぞ。それともあれは間違っていたのか。どうぞ。せろ。このガキ撃って。間違ってないか。間違ってないってない。よかろう。覚悟聞き届けた。契約だ。我は何時、何時は我ら。己が信じた正義のためにあまねく暴徳を顧みぬ者よ。その怒り我が名と共に解き放て。たとえ地獄に繋がれようと、全てを己で見定める。強く意志の力を。待て。俺が相手だ。なんだと。何？我が名は大間の略奪者アルセーヌ。我はお前に宿る反逆者の魂。お前が望むなら南極を打ち破る力を与えてやってもいい。ああ、力が欲しい。よかろう。貴様何者だ。そいつからやってしまえ。おい、何なんだよこれ。目の前の敵を憎め。その意志を力に変えて放ってみろ。武器を振るえ。我のこの力はお前のもの。してやがる。もしかしてチャンスだってんなら絶対逃さねえ。つうか、どこなんだよここ。どこもかしこも牢屋ばっかりさ。おい、早く出口見つけっぞ。隠れろ。ここから出してくれ。助けて。おい、大丈夫なのかよあれ。つうか、あいつどっかで。あっと、出口どこにあん
金髪と癖系。なんだこいつ。お前ら城の兵士じゃねえな。こっから出してくれ。ほらそこに鍵があるだろ。さあもう来やがった。もうどっから出れんだよ。おいお前ら、出口が知りたいのか。出してくれれば教えてやるぞ。捕まって処刑は嫌だろ。どうする。いや、マジなんだろうな。早くしないと捕まるぞ。シャバの空気はうまいぜ。おい出口どこなんだよバカ猫。猫って言うな。我がハエはモルガナだ。いいから早くしろ。また閉じ込めんぞ。でほら嫁来た。お前がモタモタしてるからだ。じっとしろ。おいお前戦えるんだろ。やるぞ。来いゾロ。お前もそれ出んのかよ。速やかに黙らせてやる。やっぱり素人だな。戦いってのはこうやるんだよ。意を示せドロー。弱点に攻撃して敵を動かす。その隙をついてさらに動く。ペルソナの力もなかなかのもんだ。ペルソナ、お前らがブワーって出すあれか。呼び出すとき、クセッケのこいつが仮面を剥がすのを見たろ。え、人は誰でも心に仮面をかぶって、そいつを自覚し自ら剥がす。うわ、もういい。さっきからさ、わけわかんねえんだって。話くらいじっと聞けねえのか、金髪。金髪金髪言うな。ちゃんと龍士って名前が。おい、やべ、おい、出口とこで教えろ。ついてこい。こっちだ。おい、ちょっと待ってて。どっから出んだよ。窓もねえぞ。通気口か。え、察しがいいな。一人ずつならギリギリ通れるはずだ。さあ行けよ。行けよってお前は。我が輩はまだやることがあるからな。え、ここでお別れだ。次は捕まるなよ。そっちこそ気をつけろよ。じゃあな。あいつら使えそうだな。学校が古城に？喋る猫？ふざけてるなら承知しないわよ。話を進めさせてもらうわ。怪盗からの予告状が届いた相手は学校 OB の五輪メダリスト、体育教師の鴨志田卓。確かに鴨志田のしたことは欲に溺れた許されざる犯罪だった。でも転入したての君に因縁なんてなかったはず。なぜ彼を狙ったの？もう一度よく思い出しなさい。あれ、え、どうなったんだこれ。訪問帰還しました。お疲れ様でした。逃げ切れたってことか。おそらく。何だったんだよあれ。学校に行かないと。はあ、なんでそうなんだよ。つうかお前そっち行ったらやばいって。おい、 マジかよ。同じ道来たはずだろ。坂本、え、もう昼休みだぞ。こんな時間までどこほっつき歩いてた。いや、あの城。城？城がどうしたって。鴨志田！のんきだな坂本。陸上部で朝練やってた頃とは大違いだ。うるせえんだよ。そりゃてめえが。鴨志田先生に何て口聞いてんだ。暴力事件起こして誰のおかげで退学にならずに済んだと思ってるんだ。こいつが追ってきたんだろうが。追るわけないだろ先生が。まあまあ、私は気にしてませんから。先生がそうおっしゃるなら意味わかんねえだろ。生徒指導室に来い。わか
例の転入生ってのはお前だな。どこかで会ったか。城で。あ？朝道で。校長から聞いてると思うが、問題を起こしたら退学だからな。早く職員室に行け。新しい学校生活せいぜい楽しめよ。ねね、坂本君そろそろ退学になるんじゃない？陸上部の事件でやらかしてるのによく懲りないよね。てか鴨志田先生優しすぎだよね。あんな不良を見捨てないなんて。くそ、陸上部が廃部になってから何もかもうまくいかねえ。むしゃくしゃして仕方ねえよ。なんでこうなっちまったんだよ。風を切って走るトラック、思い分かち合ったチームメイト、輝ける未来マイドリーム、みんなそこにあったマイフィールドで、もう大切なもんを守ろうと振り上げた俺の拳は、大切なもん全部全部打ち砕いた。夢の大事な場所をなくすと分かっていたなら、でも許せなかった。どうしても雨に濡れる心のフィールド、捨てちまったあのシューズ、機械を通ってたあの場所はもうない。くそ、君ね、初日から半日遅刻って説明してくれる？道に迷ってしまって。はあ、坂本君と一緒だったんだって？はい。彼とは今後一切関わらないでよ、問題児なんだから。彼も部活で陸上に打ち込んでた頃はああじゃなかったのに。授業の前に自己紹介してもらいます。ついてきなさい。いきなり大遅刻とかやっぱやばくね？普通に見えるけど。目合わすと殴られるかもよ。はい、静かに。転入生を紹介します。恩田君、みんなに一言お願い。恩田いつきです。おとなしそうだけど、切れたら。だって障害でしょ。席はね、あ、そこね、空いてるとこ。うわ、そこ最悪。嘘。君、朝の見た。見た。知り合いなのかな、あの二人。転校前から手出してたってこと？え、それ鴨志田先生と二股じゃん。もうさ、さすが高牧さんだよね。あの空間やばいよね。クラス変わったばかりだから、みんな親交深めてね。あれって裏サイトに載ってた犯罪者の転校生だろ。あれか、前科ついて逃げてきたってやつ。坂本とつるんでて遅刻してきたらしいぜ。マジかよ、札付き同士いいコンビになるんじゃね。よう、高牧じゃないか。帰り乗ってくか。近頃事件だなんだで物騒だしな。いえ、今日はバイトで撮影が、夏の特集号で外せなくて。おいおい、モデル業もいいがほどほどにな。はい。親友が練習ばかりで寂しいだろう。悪いと思って誘ったんだが。ああ、そうそう、例の転校生気をつけた方がいいぞ。前歴のあるやつなんだからな。お前にもしものことがあったら先生泣いちゃうぞ。ありがとうございます。失礼します。結構泣いてるぞ。し、おい、屋上行こうぜ、話がある。話？いいからついてこいって。なんで屋上？あ、ここなら誰にも聞かれずに話ができるからだよ。立ち入り禁止だからな。さすが問題児な。あ、お前それ川上に聞いたんだろ。俺には関わるなとか。ま、問題児はお互い様だけどな。聞いたぜ、お前前歴あんだって。道理で肝が太いわけだよ。あ、いや、それにしてもさ、
あれ何だったんだろうな。ほら城で殺されそうになってって夢じゃねえよな。お前もだよな。だよな。つか鴨志田から助けてくれたよな。とりあえず礼言っとくわ。え、サンキュー。いや別に礼なんていらない。え、俺は自分が正しいと思ったことをしただけだ。そっか。なんだよ。で話って。ああお前には話しといてもいいような気がしてさ。なんとなく鴨志田野郎には噂があるんだよ。噂？ああバレー部の顧問やってんだけど、元メダリストで部も全国行ってっから誰も何も言えねえ。あの城のさ、鴨志田が王様っつうのが妙にリアルっつうか、あの野郎に何か加減してんのかもって思ったら、あそこが何なのかどうしても確かめたくてさ。付き合ってくんねえかな。確かめるってどうやって。まあ朝の道順をもう一回歩いてみるくらいだけどさ。な、いいだろ。分かった。よし、ありがとうな。俺坂本龍二。龍二でいいぜ。いつき、音大いつき。へー、いつき。俺ら問題児同士気合いそうだな。じゃ早速行こうぜ、いつき。あんなでかい石の実際あったらさ、すぐ見つかんだわ。こっからお前とあっちの道に歩いてったんだよな。よし、絶対見つけんな。お前らか、事件か。あれ、やっぱ学校だ。別に変わったとこなかったよな。あ、そういえばお前ナビみたいなのつけてなかった？ナビ。ああ携帯からそれっぽい声してたの。なんだっけ、ホームに帰還とか言ってなかった？いや、ちょっと貸せよ。え、うわ、なんだこの目ん玉の。いつの間にか入ってた。消してもまた出てくる。ああ気持ち悪い。まあいいや。やべ、これナビじゃん。あ、俺すげえ天才かも。よし、これ使ってみようぜ。鴨志田囚人学園変態、変態城、ナビを開始します。来た。なんだ。なんであんな生徒を編入させたんですか。早速坂本とつるんでましたよ。前歴のある学生と暴力事件の張本人か。これじゃいくら私が学園のために貢献しても意味がないというものです。まあそうおっしゃらず。この学園は鴨志田先生頼み、あなたはうちの花だ。まあ否定はしませんがね。今日も女子生徒から鴨志田先生こっち向いて、鴨志田先生こっち向いてって言われたんですよ。あ、そうですか。だからね、はい、じらしてじらして振り向いてやったんですよ。おお。そしたら、はい、もう誰もいませんでしたよ。何してんですか。誰もじらしすぎじゃないですか。じらしすぎました。でもね校長、はい、誰もいない中、はい、私は言ってやりましたよ。おお。ありがとなって。おお。そしたら、はい、反応はありませんでした。でしょうね、誰もいないんですから。でも校長、感謝の気持ちは大事ってことですよ。あ、そうですね。校長のように私も感謝したいと思います。いやいやいや、もう何事も感謝に始まり感謝に終わる、また感謝に始まり感謝に終わるというのを校長。鴨志田先生、君がいれば我が国なら決まりだった。何大丈夫かな。気にしてないといいけど。また人の心配ばっかり。まあ、そういうとこ志保らしいけどね。私の時もそうだったしさ。私志保のためだったら何だってするからね。志保は私のこと助けてくれたんだから。ありがとう。でも鈴井、三島君、高牧さん、あ、悪い、話してるとこ。その鴨志田先生が呼んでる。え、何の用？そう、あん、私大丈夫。きっとスタメンのミーティングとかじゃない？そうだね。じゃあ私行くね。うん、頑張って。
またこれちまったな、シロ。ああ。で、おい、その格好は。いつの間に。あ、お前。シャドウが急にざわつき出して、もしやと思って来てみれば。つうか、ここどこなんだよ。学校なのか。この城は学校なんだよ。ただし、この城の主にとってのな。城の主。鴨志田だったっけ。ああ、あいつが歪んだ心の目で見ている学校だ。歪んだ心？ちょっと分かるように言えよ。おい、今のは捕まってる奴隷だろ。マジ、昨日俺たち以外にも捕まってる奴らがいた。多分うちの生徒だ。大方上司の鴨志田の命令だろ。あの野郎、鴨志田！何やら訳ありみたいだ。おい、モノモノ、モルガナだ。この声の奴らの居場所分かるか。連れて行けってか。おう、まあ、案内してやらんでもない。こいつも一緒に来るならな。どうしてそうなる。お前の力をもう少し見たいな。断ってもこいつは一人で行っちまいそうだぜ。見殺しにする気か。そうは言ってないけど。だったら決まりだな。よし、我が輩についてこい。相変わらず不気味な場所だぜ。え、今なんかダブって学校か。だから言ってるだろ、ここはお前らの学校だって。ここは主の心が映し出したもう一つの現実なのさ。鴨志田の現実？歪んだ欲望が具現化した世界。我が輩はパレスって呼んでる。パレス？鴨志田が学校を自分の城と思ってるからこうなってるわけだ。え？こいつの格好も気になってんだろ。それもこの世界のせいだ。またわけわかんねえ話。パレスでは何でも主の思い通りに歪む。防ぐには強い反逆の意志を持つしかない。今の姿はその現れ。お前自身が持つ反逆のイメージ。あ、めんどくせえ。つうかさ、こいつの格好よりお前の方が気になるわ。一体何なんだよお前。人間だ。え、正真正銘人間様だ。いや、猫だろ。しかもどっちかっつうとな。これはその本当の姿をなくしたからだ。多分な。多分かよ。だが元に戻る方法は分かってる。ここへ忍び込んだのも下調べのためだ。それに我が輩だって鴨志田には拷問されたんだ。絶対お礼してやる。あ、誰か来る。隠れろ。おう、こっちで人影が見えた気がしたが、気のせいか。トレードはどうした。全員修練場だ。今頃盛大に悲鳴を上げているだろうって。警戒を怠るな。油断するな。聞いたか。ああ、修練場つってたな。あの声はそっからか。そこなら心当たりがある。マジ？この少し先だ。行くぞ。お、くそ。やっぱり見張りがいるか。いたぞ。こっから先は戦いが避けられそうもない。マジ？行くぞ。生きて危ねえ。つうか、この鎧のやつらは一体何なんだよ。こいつらはシャドウ。もともとは人の心に無数に住んでる存在なんだが、パレスの主の歪んだ欲望に支配されてこんな姿になってる。だから仮面を剥ぎ取ってやるわ。元の姿を現す。ああ、なんだよもう。おい、ここは倒して先を急ぐぞ。よし、ここだ。静かにな。鴨志田、愛の修練場だ。ふざけんなよ。まさかあいつら消え出そうって聞く。このままにしてられっか。こいつらはな、鴨志田が認知しているだけの人間だ。現実から入り込んだ本物の人間じゃない。お前らとは違うの。認知って、そいつら助けても意味ねえってことだよ。現実にいる本物とは別物なんだから。よく似た人形みてえなもんさ。学校が城で生徒が奴隷ってか。確かにあのクソ野郎の頭の中じゃねえか。しかしひでえな。現実でも奴隷扱いってことだろ。現実でも、え、は、え、は、こいつら全員バレー部だ。鴨志田が顧問の。
日頃から殴られてんだろうな。現実でも似たような目に遭ってるってことか。そうなんじゃね。普通ここまでボコボコにならねえって。鴨志田には体罰の噂があるんだよ。これマジだったら普通に警察だとじゃねえ。よし、こいつら証拠にしてやれ。うまくいけば鴨志田の野郎。あれ動かねえ。お前らはダメだ。何でもいいがそろそろ見つかるぜ。戻った方がいい。さあこうなったら全員の顔覚えて帰ってやる。やめろ、ほっといてくれよ。逆らったって無駄なんだから。俺嫌なんだよ、お前たちみたいに睨まれんのさ。だから巻き込むなよ。だからってお前らこんな目に遭わされて。言うだけ無駄かよ。行くぞ。分かったよ。よし、あいつよし、全員覚えた。リュウジ、くそ、こんなのしごきにすらなってねえよ。ただの暴力じゃねえか。鴨志田、全部あの野郎のせいだ。出口はこっちだ、急ぐぞ。また貴様らとはね。あいつらの顔全員覚えたぜ。観念すんな。負け犬ほどよく吠えるとは心理らしいな。陸上部のエースも落ちたものよ。ああ、暴力騒ぎを起こして仲間の夢を潰した裏切りのエース君。貴様の自分勝手の巻き添えになった連中がいやはやかわいそうで仕方ない。そ、何のことだ。こいつは驚いた。知らないまま付き合わされてるのか。仲間を裏切り夢を潰したというのに、こやつは一人のうのうと生きている。違う。まとめて殺せ。リストリン。こいつはやばいな。あんな愚物に付き合って死ぬ羽目になるとは運がないな。いっけ、ボールがない。黙ってろ。口ばっかりで助けることもできない脳なしが、奴らを殺してお前をじっくり痛めつけて始末してやる。ここまでか。俺の神聖な城を汚すクズどもに死んで償うがいい。やれ、やめろ。次ダッシュ30分かもしれません。少し休憩させてください。口動かす前に足動かせってんだろ。おっと、悪い悪い、足が当たっちまった。でもこれコーチからの愛の無知だからな。夢ってのがあんだっけ。だったらもっと死ぬ気でやるよ。えまあもし本当に死んだら涙くらいも流してやるか。嬉し涙だけどな。いっけ、モルガナ。黙ってろ。口ばっかりで助けることもできない脳なしが、奴らを殺してお前をじっくり痛めつけて始末してやる。ここまでか。俺の神聖な城を汚すクズどもで死んで償うがいい。やれ、やめろ。どうせ貴様の思いつきできてこうなっちまったんだろう。え、やめろ。すぐ感情的になるクズ。この俺様に手を挙げやがって。臨時とはいえ少しの間陸上部の練習を見てやった方を忘れてきて。あんなの練習じゃねえよ、ただの体罰じゃねえか。
お前が陸上も気に食わねえから目障りなんだよ。実績を上げるのは俺様だけでいい。クビになったあの監督も救えないバカだ。正論言って立てつかなければエースの足を潰すだけにしてやったものだとお前そのためにはさともう一本の足もやってやるか。どうせ学校が正当防衛にしてくれるしな。くそ、こんなやつのせいで走れなくなって陸上部もなくなって。そうだったのか。やつらを始末したら次は貴様だぞ。おい、龍神。言われっぱなしか。許すつもりか、そいつを。お前の大切な場所を踏みにじった、そいつを。この状態ではこれ以上競技を続けるのは。陸上部の敗北、龍神。俺たちの夢は。そうだ、俺があいつに奪われたもん。もう帰ってこれ、大切なもん。おとなしく見てるがいい。クズをかばって犬死にする、救えないクズだもんね。お前の方だよ。え、人を利用することしか考えてねえ。お前の方こそクズだ、かもしれ。ずいぶんと待たせたものよ。力がいるんだならば契約だ。どうせ消し得ぬおめえなら旗に掲げて一暴れ。お前の中のもう一人のお前がそう望んでいる。我は何時、何時は我。覚悟して背負え。これよりは反逆のドクロが貴様の鳩だ。こいつもだと。これが俺のペルソナ。力があれば借りを返せる。ほんと待たせちまったな。行くぜ、ぶっ放せよ。キャプテンキッター。鴨志田様の手を煩わす問題児だ。どうせ鴨志田の認知ってのは変わんねえんだろ。ならよ、問題児らしく振る舞ってやるよ。行くぜ、俺のキッター。やり、あれ、あれ、ペルソナ、キャプテンキッター。ペルソナ、ウバイキッド。驚いたぜ、龍二にも素養があったとはな。おい、今更謝ったって許さねえからな。ここは俺様の城だと言ったのにまだわからんようだな。あ、高垣。にゃんって綺麗な女の子だよ。にゃん、どうなってんだよ。龍二、落ち着け、様子がおかしい。言われてみたら、つかなんていいんだよ。龍二、冷静になれ。あの子はどうやら本物じゃない。奴隷たちと同じで認知上の存在なんだよ。おい、早く掃除しろ。くそ、この数じゃ囲まれる前にずらかるぞ。何もせずに逃げんのかよ。死んだら終わりだ。いいから来い。くそ、てめえの負けの皮は絶対ひっぺがしてやるからな。いつでもかかってこい。先生、
せ。いや今いいところだから先生。いやいいところだから。もっといいこと。もっといいこと行こう。どうなってんだよこれ。フォレスの主に盾ついて敵視されるとペルソナ使いはそうなるんだよ。歪みにやられないためにな。これドクロか。具体的な格好はお前の内面の現れだ。お前に眠る反逆者。おい、つうかやべえじゃん。こっちの世界で助かったって現実の学校で鴨志田に。バカのくせに鋭いな。安心しろ、現実の鴨志田はこっちのことは知り得ない。鴨志田のあの姿は奴のシャドウだ。シャドウ。シャドウってのは抑圧された本性。人が日頃目を背けている人格だからな。大丈夫ってことか。処刑のこと現実の鴨志田は覚えてたか。そういうことだ。よし、そうと分かるよ。あとはさ、待て。約束通り道案内してやったんだ。え、今度は我が輩に協力してもらうぞ。協力言っただろ。我が輩はもともとここへ調査に来たってな。この身が受けた歪みを消したって真の姿を取り戻す。そのためには待て。何勝手に話し続けてんだよ。誰か付き合うなんて言った。え、まさかただで世話になるおってんじゃないよな。こっちは忙しいんだよ。世話になったの猫。お前なかなかガッツある猫だったぜ。よし、またな。俺はこれを直す。ちょ、ねえわ、マジねえわ。何いい話船まとめてんだこら。ねえわ、ねえわ、ねえわ。大丈夫？疲れてる？全国大会もうすぐだから目をつぶるといろいろ考えちゃって眠れなくて。私なんかがスタメンなんて。大丈夫だって、自信持って、実力が認められてんだって。志保が誰よりも頑張ってるからじゃん。うん、私バレーしかできないから。怪我大丈夫？すごい腫れてたけど。うん、このくらい。大会前だし。練習始まるから行くね。うん。頑張れ志保。はあ、じゃあその酔っ払い、自分が犯罪まがいのことしといて、ね、勝手にすっ転んどいて、お前にやられたって濡れ衣着せて、で自分は無罪放免かよ。んだそれ、クソすぎんだろそいつ。昔の話だ。で地元からこっち来て居候か。ああ、やっぱ俺ら少年が似てんのかもな。どこが。え、ほら周りから厄介払いされて居場所ないとこ。いや俺もさ、前に学校でやらかしちまってさ。鴨志田を殴った。あ、自分の大切な場所を守ろうとして潰そうとした人間に反抗した。いや、鴨志田にやられっぱなしで何もできない部員たちをどうしても見過ごせなかっただけだよ。やり方が悪かったってのは分かってる。確かに俺たち似てるかもな。なんだよそれ。お前食えよ、全然食ってねえじゃん。今来たばっかだからな。ほらほら食え食え食え、ね、ほらほら、ね、ほらほら、いやあっ、あっ、うまそう。いや本当に本当に多い。いいんだ、協力の例だよ。いや例が紅しょうがって。なんでいいじゃねえかよ。嫌なのか。ああ分かった、じゃあこれ俺がおごってるからちゃんと食えよ。いいのか。いいよ。すいません。え、いやこれはっつってんだよ。これは。え、あれすいません。あ、これはな、何頼んだよお前。キムチに薬効、豚汁卵に温泉卵、コールスローサラダにマヨネーズドレッシング、 あと七味がありません。すごいじゃないかお前。どういうこと。え、もうサイドメニュー網羅しちゃってんの。あ、チチキチチキチチキ
知識に入っちゃってんのサイドメニュー。ああすげえなお前。あ、じゃあそれを、はい、すいません。すごいね。え、どういうこと。え、つかさんはゆっくり言ってみ今の。あ、ん、キムチに薬効、うん、豚汁卵に温泉卵。そこ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 卵2個頼んじゃってるから。豚汁卵に温泉卵ってお前2個頼んじゃってるから。ああどういうこと。それ、え、これに温泉卵入れるだろ。ああで薬効にキムチと卵でこう美味しくいくと。ああで豚汁にも卵入れたくなると。卵一つ足りねえな。すいません卵一つ追加で。じゃねえんだバカ。じゃねえんだって。なんで、ね、なんかハッピーアイスクリームしちゃったじゃないか。あおおなんか俺バトンタッチ覚えたわ。よし。え、なにそれ。なんかわかんないけどコープ分かったみたいな。コープってなんだよ。いやわかんないけどなんか俺すごく嬉しくなっちゃった今ので。え、星2か。星2ってなんだよ。わかんないけど、とにかく明日からもよろしくな。あ、うん、鴨志田の野郎をなんとかすりゃさ、ちっちゃい居心地よくなんだろ、うん、俺、あいつに奴隷扱いされてたのかをバッチリ覚えてっからさ、そいつら片っ端から捕まえて体罰吐かせな鴨志田野郎おしまいだ、うん、よし、体罰の証人探し手伝ってくれんだろ。わかった。よし、明日球技大会だよな。うろついても気づかれにくいはずだ。まずは奴隷扱いされてたやつに話を聞くと、うん、よし。連絡先教えてくれよ。あと、チャットの ID もな。星さん何を覚えるの。数か食えよお前。ありがとう。騒ぐな騒ぐな。鴨志田先生だ。分かってるよ。そうだな、お前らにとっての一番俺だな。うん、分かってる。まあ、そんな言わなくていいよお前ら。俺がせーのって言ったら私のナンバーワンって言うんじゃねえぞお前ら。せーの、私のナンバーワン。違うだろ、オンリーワンだろ。静かにしろ。高巻じゃねえか。いいところ見せるぞ。そーりおいで。いや、さすが鴨志田先生。よし、もう一本行くぞ。高巻浮いてんな、相変わらず。おい、おい、いいですよ。おい、はい、おい、あ、すまん、タイマーチ。おい、大丈夫か、保健員。おい、はい、保健室連れてってくれ。今に見てろよ。何が親睦だよ。ただ単に自分が目立つためだけのワンマンショーじゃねえかよ。今のうちに奴隷になったやつ探しに行こうぜ。絶対体罰の証人見つけてやる。ああ、城にいたやつだ。おい、なんだよ。鴨志田に体罰を受けてるのか。は、何言ってんの。その怪我鴨志田にやられてんだろ。なチクったりしねえからさ、体罰の証人になってくんねえか。いや意味わかんない。隠すなって。俺ら全部知ってんだぞ。知ってるって。ああ、証拠でもあんのかよ。いや、証拠使おっといてくれよ。はあ、ぶっちゃけすげえ迷惑。待てよお前。やめ、おい、お前あの毛が普通じゃねえだろ。なのに隠すとかさ。このままじゃ球技大会終わっちまう。手分けすんぞ。分かった。よし。バレー部員か、その怪我は。練習の怪我だよ。こいつあれだ、リュウジといた転校生。そういうことか。お前鴨志田先生を嗅ぎ回ってるんだな。先生は熱心に指導しているだけだ。坂本の言うこと真に受けるな。それは体罰で負った怪我じゃないのか。はあ、見てきたようなこと言うな。やめとこうぜ。逆切りされたらヤバいだろ。人殺したこともあるって噂だぜこいつ。何されるか分かんねえよ。バレー部か、その怪我は。これはその練習中にちょっと。でも部のみんなも同じですよ。三島先輩なんてもっと大変で。え、先生から特に指導されてて。指導。あ、いや、なんでもないです。今のを忘れてください。その怪我は。え、バレー部員か。うん、見ない顔だね。もしかして D 組の転入生。ああ、あの、余計なお世話かもしれないけど、噂気にしない方がいいよ。いろんなことを言われてるかもしれないけど、
どうしてそんなことを。同じ話をしたことあるから。私の親友もね、見た目だけでいろいろ誤解されてる子でね。あ、ごめん、いきなりベラベラと。それじゃあ。全校生徒の皆さんにお知らせします。すべての試合が終わりましたので、速やかに下校の支度をしてください。くそ、時間切れか。どうだった？察しろ。そっちもダメか。一旦集まろうぜ、中庭な。ねえ、ちょっといい？何か用か？すぐ済むから。あ、こいつに何の用だよ。そっちこそ何？は？クラス違うじゃん。いや、たまたま知り合ったんだよ。おい、なんだよ。ねえ。は？鴨志田先生に何するつもり？は？ああ、そういうことね。お前鴨志田と仲いいもんな。坂本には関係なくない？野郎が裏で何してるか知ったらお前絶対別れたくなるから。裏？それ何？言ったってわかんねえよ。てか、あんたらも噂になってるから。何しようとしたってみんな協力してくれないし。一応忠告、それだけ。相変わらず気強い女。知り合いか。いや、中学が同じなだけだよ。つうかさ、俺の方全然ダメだったわ。お前は？あ、誰かの名前とか出てねえの？確か、え、三島とか特別な指導を受けてるとか言ってた。は？特別な指導って。よし、帰っちまう前に話聞きに行こうぜ。いた。三島。坂本。 お前まで。お前さ、鴨志田から指導受けてんだって。それ体罰じゃなくてか？違いますよ。なんで敬語なんだよ。つうかさ、今日もぶつけられてたよな、顔面に。あれは俺が下手なだけで。にしてもお前、普段からあざ多すぎんだろ。練習なんだよ。おいなあ、口止めされてんのか？それは。何やってるんだ三島、部活の時間だろ。すいません、今日はちょっと具合が悪くて。だったらやめるか。練習以外じゃ下手くそは治らないぞ。具合が悪いって言ってんだろ。練習に来るのか来ないのか。行きます。おい坂本、何か問題起こしたらお前今度こそ学校にいられなくなるぞ。くそ、お前もだ。行くぞ三島。囚人学園は志ある生徒が学ぶ場所。ふさわしくないものに居場所があると思うなよ。ボサッとしてんな。はい。今に見てろよ龍二。分かったよ。無駄だから。あ、体罰の証明なんて意味ないんだよ。みんな知ってんのさ。校長も親も知ってても黙認してるんだ。嘘だろ。迷惑だ。こっちの気も知らないで。君にだって分かるだろ。いや、おかしくねえか。なんで親も学校も体罰のこと知ってて誰も何も言わないんだよ。確かに。要は鴨志田がバレエで高校を有名にしたからだろ。だからって何しても許されんのかよ。警察に通報するか。いや、通報したって証拠はどこだってなるだけだろ。あの城でのこと知ってんのは俺らだけだぜ。仮に城でのこと話したってさ、絶対誰も信じてくんねえよ。くそ、野郎の化けの皮剥がす方法何かねえのかよ。あとはなんだよ。上司を懲らしめるか。上司ってあっちの鴨志田か。いや、その発想はなかったけどさ、それ意味あんの？やっと見つけたぞ。え、この声モルガナ。我が輩に仕事させておいて、ほらただで逃げようなんて思うなよ。え、こないだは勝手に帰りやがって。猫が喋ってる。猫じゃねえ。こっちに来たらこうなったんだ。見つけんのに苦労したぜ。お前にも聞こえてっか。幻聴か。幻聴じゃないっての。え、まあ、この声もお前ら以外には鳴き声にしか聞こえないみたいだけどな。マジ？お前ら手こずってるみたいだな。証人が何とかって言ってたやつ。うるせえんだよ。
鴨志田をなんとかする方法を教えてやらんでもないけどね。あんのかよそんな方法が。さっきそいつも言ってたことだ。城の方から攻めるんだよ。あの城は鴨志田が見てるこの学校だ。城の出来事に本人は気がついてないが、心の奥ではつながってるのさ。だからもしも城が消えちまえば、当然本人にも影響が出ることになる。どうなっちまうんだ。あの城、つまりパレスは歪んだ欲望そのものだ。そいつが消えるってことは、歪んだ欲望が消えて鴨志田がまともになる。はぁ、その通り。お前やはり筋がいいな。いいやつになっちまうってこと。パレスを消すってのは要は改心させるってことだけど、歪んだ欲望が消えたからって犯した罪はなくならない。それに耐えられなくなって鴨志田は自分から罪を告白しちまうはずだ。マジ？んなことできんのかよ。しかもパレスが消える以上、そこで我が輩たちのしたことも忘れちまう。は？足もつかず鴨志田を自滅させられる。すげえ。でどうやったら消せるんだ。パレスのお宝を盗む。お宝を盗む。この先はやると決まってからだ。こっちの手伝いもするなら教えてやる。どうする？体罰の証人探しも積んでる感じだしさ、言う通りにするしかなくね。そうだな、仕方ない。よし。ああそうだ、これ言っとかないとな。あ、パレスを消せば歪んだ欲望は間違いなく消えるだろう。けど欲望そのものは生きる上で必要なもんだ。寝たい、食べたい、恋したいとかな。欲望全部が消えたらそりゃ廃人と一緒だ。保護でもされなきゃ死んじまうこともあり得る。は？死んじまうだと？話を最後まで聞けよ。いや、それ俺たちの仕事になんのかよ。それぐらいの覚悟できてんだろ。いや、どうも。人殺しはごめんだ。ああ、そうだよ。なんだよ、別にバレっこねえって。いや、そういう問題じゃねえんだって。バレねえからって何してもいいって話になるとさ、鴨志田のクソがやってることと同じじゃねえかよ。はあ、いや、はあ、他に鴨志田をやる方法はないんじゃねえか。はあ、また来るぜ。それまでに決めといてくれ。待てって。ああ、いや、いくら鴨志田の悪じゃばけるからってさ、死んじまうかもしれねえ方法は取れねえだろ。ああ、くそ、他の方法考えてみようぜ。部活まだ行かなくて平気？うん。目の上あざできてる。また練習で？うん。無理してないの？出なくて平気？うん、バイトかなんかだと思う。私、そろそろ行かなきゃ。志保。平気？その、うん。はい。今日はちょっと体調が悪くて、すいません。じゃあまた。あれ、高牧じゃね。あ、鴨志田と付き合ってるって噂。おてか一緒に車乗ってたらしいぜ。マジか。なんか高牧ってさ軽そうだよな。な、俺でも行けっかな。お前鴨志田の女はまずいっしょ。私どうしたらいいの。私ずっと一人だった。あなたに会うまで居場所のない私を助けてくれた。だから私心に決めた歪んだ決意をした。どうかあなたの夢叶うようにと心
橋の船は夜目もなくどうか教えて、私どうすればいいの、苦しむねば だから いい加減にしてもらえません？今日は本当に体調が悪いって。え？先生、それ話が違う。志保のことと話別じゃないですか。志保のスタメン、もしかして聞いてた？聞こえてきた。わざとじゃない。趣味悪くない？ごめんなさい。聞いてたってどこまで？友達のことで誰かと喧嘩してた。そっか、そうだよね。別に何でもないから、何でも。大丈夫か？なんであなたに心配されなきゃいけないの？どこか落ち着けるところに行こう。何よ、もう意味わかんない。話すことなんかないんだけど、ちょっと揉めてるだけだし。鴨志田のこととか全部聞いてたんじゃん。噂くらい知ってるよね、鴨志田先生とのこと。私とできてるってみんな言ってるけど、あんなやつとそんなわけ。鴨志田から電話がかかってきたの。番号教えろって言われてもずっとごまかしてきたのに。これから鴨志田の部屋に来いってさ。え？つまりそういうこと。断ったら私の友達志保レギュラーから外すって。ずっと志保のためだって言い聞かせてきたけど、これ以上はもう無理。あいつの言いなりなんてもう無理だよ。けど大事な友達なの。私には志保だけしかいないから。私どうしたらいい？わかんないよね、こんな話。何言ってんだろう、ほとんど話したことないのに。急に悪かった。うん、悪いのこっちだし。変な人だね。みんな私なんて仕方なのに、あんたって本当に悪いやつ？噂の通りとは思えないんだけど。それはどうも。なんとなく思ってたんだ。噂大げさすぎるって。
どことなく寂しそうっていうか、居場所がない感じっていうの。私と同じだったからこんなこと話しちゃったのかも。ちょっとすっきりした。帰るね。今の話誰でも言わないでよ。鴨志田を説得する方法考えてみるから。じゃあありがとね。鈴井、帰るの？何？鴨志田先生が呼んでる。体育教官室だって。先生、なんて？知らない。伝えたから。ダメだ、他の方法全然思いつかねえ。やっぱあのクソ猫の言う通りにするしかねえのか。クソ猫ってなんだ。いたのか。うわあ、あ、暖かい。あ、なんだ。おい、あれあれ、飛び降りるんじゃ。鈴井、志保、志保。これやめだろ、行くぞ。通ります。道開けてください。通ります。志保、誰か付き添いを。私が行きます。なんか変じゃない。何か知ってるな。一旦教室へ戻るんだ。先生方、残ってる生徒もまだ返さないでください。はい、教室に戻って、外に出ないで。三島、三島、お前何か隠してんじゃねえのか。だ、おい三島、待てって。三島、お前何か知ってるんだろ。別にさ、お前を締めようってんじゃねえんだって。チクったとかも言わねえから。鈴井は、鈴井は昨日鴨志田先生の呼び出し受けた。どういうことだ。体育教官室で先生機嫌が悪いとこしねえで投げるんだ。俺は鈴井だけじゃない、他の部員も。やっぱ体罰はマジだったわけだな。鴨志田先生すごくイライラしてから、きっといつもよりひどいこと。あの野郎、おい、おい、てめえあの子に何しやがった。なんだいきなり。しらばっくれんだよ。いい加減にしろ。あれが指導のもんかよ。なんだと。俺はここに鈴呼べって言われて、きっとここで証拠もないことをペラペラと。要はレギュラーになれない当てつけだろ。そんなんじゃ。キャップを譲ってお前の想像通りだったとして何がどうなるんだ。たった今病院から連絡があった。意識不明で回復は絶望的。そんなやつが何を訴えるって。もう回復の見込みはないってよ、かわいそうに。そうだろ。てめえ、おっと、またそれかよ。ならもう一度正当防衛が必要だな。許せんだクソが。おい、なんで止めんだよ。挑発に乗るな。遠慮しないでやれよ。ほら、どうした。あ、そうか、やれないか。そりゃそうだよな。よし、ここにいる全員退学だ。
次の理事会で吊るしてやる。そんなこと簡単に決められるわけ。そんなクズどもの言うこと誰が本気で取り合うか。ああ三島、一緒に脅迫してきたお前も同罪だからな。才能もないのに部に置いといた理由分かってなかったとはな。それに一緒に被害者ずらしてるけど、前歴のことバラしたのお前だろ。ネットに書き込みしたんだよな。ひどい話だよ。先生に言われて仕方なく。さあもういいだろ。退学だ退学。お前らの将来俺に奪われて終わりってわけ。分かった、とっとと出てけ。こんなやつのせいで。龍二、撤回させよう。俺たちの手で。そうか、あれか。撤回だ。やれるもんならやってみろ。もたもたしてる場合じゃねえぞ。さっさと向こうの世界行って、カモシタの野郎ぶっ飛ばさねえと。ぶっ飛ばすんじゃなくて、歪んだ欲望を奪うんだよ。覚悟はできたってことでいいんだよな。俺はできた。野郎のせいで人が死にかけたんだ。お前はそれ以外に方法がない。そういうことだ。ねえ、退学って本当？はあ、噂になってる。またか、カモシタ。んなこと言いに来たのか。カモシタやるなら私も混ぜてよ。志保があんな風にされたのに何もできないなんて嫌だよ。首突っ込むな、お前には関係ない。関係なくない、志保は私邪魔すんなって言ってんだよ。容赦ないな。あんなとこに連れてくるかよ。思い詰めなきゃいいけどな。さっさとこのせいら済む話だ。行こうぜ。こっからは向こうに入った途端に怪盗扱いだからな。あの変なアプリ俺のにも入ってた。鴨下の名前と学校としろ。あの野郎見てやがれよ。やっぱなんかするつもりだ。鴨下囚人学園しろ。やつに巻き込まれたんじゃないか。カモシダに関係あんだよね。とにかく出てけってお前。やだ。騒ぐとシャドウに見つかるぜ。喋った化ける子。てか説明しなさいよ。それまで帰んないからね。力づくでも追い返しかねえ。つってもどうすりゃいいんだよ。入った場所へ戻るじゃねえの。前そうだったろ。そうか、よし来いお前。ちょっと手貸してくれ。わかった。来いって。何終わったら全部払すから。いった。今度からナビ使うときは気ぃつけるとな。よっしゃ。
女、高巻杏って言うんだろ。あ？杏殿か。そうだ、コードネームを決めるぞ。コードネーム？本名で呼び合う怪盗なんて間抜けだし、パレスで名前を大声で呼び合ってたらどんな影響が出るかわからない。お前はジョーカーだな。なんでこいつがジョーカーなんだよ。戦力的に切り札だからな。恥ずかしいな。いや恥ずかしいのかよ。いいんだよ、ジョーカーだ。次にリュウジ。ああ。お前はよし、なんだ。そうだな、おヤンキーだ。いや喧嘩売ってんだからこの野郎。いい、自分で決めるわ。タメイゴ。タメイゴ、卵って言いたいの？タメイゴ、卵。タメイゴ。いや卵っつよろお前。あれだろ、温泉卵だ。黒くなってここ。温泉タメイゴ。なんなんだ。なんなんだよそれ急に。俺知らねえぞそのボケは。そのボケの返しは俺は知らねえ。え、あれか？何意識しちゃってんの？何を？香港とか台湾とか意識しちゃってんの？どういうことだ？英語っぽく喋ってお前。は？あ、そういうことか。香港とか台湾とか。エッグだから。タメイゴじゃなくてエッグだから。意識しちゃって。あ、悪かった悪かった。じゃあさ、一緒にさ、ほら あっちに向かって挨拶だ。よし、行くぞ。うん、あそこだ、行くぞ。もうな、お前もちょっと来い。あそこに向かって、あそこ行くぞ。正面に、せーの、はーい。よし、本筋に戻すぞ。俺は本筋に戻してくれ。よし、俺っつったらこのドクロがモチーフだよな。これ英語でなんつうんだ。スカルじゃないか。お、いいじゃん。じゃあ俺スカルな。こいつ何がいいかな。猫だな。どう見ても猫だ。猫じゃねえし。だったらモナでどうだ。お、まあそれで呼びやすいなら納得してやる、うん、よし、我が輩らはたった今からジョーカー、スカル、モナだ。よっしゃ、じゃあそのお宝ってのを取りに行こうぜ。で、お宝ってのはどこにあるんだ。きっとこの城の奥だ。まずは潜入ルートの確保だ。けど、やり遂げるには正直もうちょい戦力が欲しいな。よし。ここさっきのとこだ。てか何なのこのアプリ。坂本の言ってた言葉言っただけでこんな。姫！え？姫！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 ハッハッハッ。うっしゃ、やべえぞ。アンドノがお前らの知り合いのシャドウに連れてかれてる。いや、さっき追い返したろ。アンドノがナビを持ってたらありえない話じゃないぜ。せっかく逃がしてやったのに自分から戻ってきたのかよ。急いで助けに行くぞ。ああ。そいつが侵入者か。鴨志田。はい。誰そいつ。あんなのを俺のアンと間違えるとはな。見ろこの仕上がったボディ。どうした、やばい。私お弁当2個食べた上にゆでたメイゴも食べちゃったって怯えてんのか。は、なんだ知ってんの。てかその格好正気。いいんだよ、ここは俺様の城、欲望の世界なんだからな。シャレになってないってのふざけんなかもしれん。おいおい、俺様に意見してるぞ、どう思う。口答えなんて許しちゃダメですだよね。というわけで処刑だ。どうやって遊ぼうかな。バラバラに解体しちゃうか。マジなの高木。これからお楽しみって時に。どうせ貴様も俺様に文句があってきたんだよな。けど名前忘れたけど、あいつが飛び降りたのお前のせいだからな。え、お前が相手してくれないから代わりしてもらったんだよ。ふざけないで。やめろ。それ以上動いたら即殺す。まずは
らバラしちゃおうかな。やだ先生のエロすぎだよね。おいどうすりゃいいんだよ。これさ天罰かな志保の。最初からそういう顔してればいいんだよ志保。ごめん中脇。許すつもりか。そいつの言いなりか。そうだよね。こんなクズに言われるがままなんてどうかしてた。だからよ、奴隷はおとなしく。うるさい。もうね、無理。マジでムカつきすぎてどうにかなっちゃいそうよ。まったく出番が遅すぎるのよ。お前が立ち向かわないで誰が恨みを晴らしてくれるの。許す気なんで初めからなかった。お前の中のもう一人のお前がそう叫んで、我は何時、何時は我。やっと契約結べるね。聞こえるよカルメン。わかった、もう我慢しない。そうよ、我慢なんかしていても何も解決できない。分かったのなら力を貸してあげる。あんたなんかが好きにできるほどお安い女じゃないから。こいつ志保から全部奪って踏みにじった。あんたを許さない。あんたの全てを奪ってやる。これ以上好き勝手なまねはさせん。もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。行くよカルメン。鴨志田様の愛情を理解できぬ小娘が死んでまるよ。女を欲望の吐け口ってしか見てないクズが愛だなんて笑わせんな。行くよカルメン、思いっきりやっちゃおう。ダメ。やれ！勝ちだからね。踊れ！かけて！この世に鴨志田様の思い通りにならぬ女がいようとは。あんなの学校の外じゃさ、普通にいたいおっさんだから。マジで？おい待て。高脇なんで入ってきたんだよ。大丈夫か？あんたの何なのこれ、生き物？モナ、ねえここどこなの？私なんでこんな格好してんの？落ち着け。すぐに追ってが来る。のんきに説明してる時間はない。一旦セーフルームを探そう。セーフルーム？ちょっと説明してよ。分かった、話してやるから。もういいから来い。こっちだ。ここがセーフルームってやつか。ああ、
パレスの中でも歪みが少ない、主の支配が弱い場所だ。シャドウにも見つからない安全地帯。ここなら安心して話ができる。あなたたちの話が本当なら、鴨志田を改心させられるんだよね。あいつ自身の口から罪を告白、そんなこと本当にできるの？被害に遭ってる党のバレー部員もだんまり、親も学校も見てみぬふり、俺らみたいなのが騒いだところでさ、握りつぶされるのがオチだ。もうこれにかけるしかねえんだよ。だったら私にもやらせて。は？志保のこと償わせてやりたい。連れてけって意味か？足手まといみたいに言わないで、私だって戦える。どう思うよ。俺は別に構わない。我が輩も賛成だ。戦力的にも心もとなかったしな。ダメって言っても一人で行くからね。だくしょうがねえな。決まりね。もう誰一人あいつのせいで泣かせない。私にできることだったら何だってする。いい子だな。願いのために危険も顧みない意地らしさ、友達思いでおまけに美人。我が輩すっかり心は奪われちまったぜ。ねえ、モルガナだっけ？ああ。覚えてくれてたのか、アンドの。これってなあ、俺らにもまだよくわかんねえんだよな。正直言うとな、生まれのことは何も覚えてない。異世界の歪みにやられてなくしちまったんだ、本当の姿と一緒にな。じゃあ元々は？まあどっかの野良猫だろ。違う、人間様だ。元から猫ならなんで喋れんだよ。確かに歪みのせいで本性をなくしたのは間違いないんだ。だから歪みの元を話して、きっと自分を取り戻す。ねえ、さっきの話だとこの城にあるお宝を探せばいいんだよね。ああ。お宝ってどこにあるの？パレスの奥底に御所を大事にしまってあるだろうさ。とりあえず目標はパレスのどこかにあるお宝の場所を見つけることだ。よし、じゃあこいつのコードネームを決めねえとな。コードネーム？お、俺がスカルで、ジョーカーにモナだ。アンドノの格好だと。そうだな、色的に紅生姜だ。紅生姜？ああ。は？え？そのさ、これだって紅生姜じゃん。いいじゃん。他にないの？え？ケチャップ。もう一回やって。ケチャップ。は？ケチャップ？あんたの手だってケチャップじゃん。もうあんたたち本当にセンスがない。え？今後その名前で呼ぶ気絶対嫌だし。じゃあ何がいいんだよ。猫じゃなくて、うん、あ、パンサー。割といいんじゃない？どういう意味だ？ヒョウ。メヒョウ。メヒョウ言うな。それよりカモシだ。そうだ、よし、じゃあ聞い取り直して行こうぜ、お宝探し。奴隷の書？王妃の書？王の書？屋敷猿坂本龍二だ。野郎舐めやがって。ねえ、この本のタイトル、志保の名前が書いてある。え、魅惑の人形高巻庵。何なのこれ。鴨志田の歴史、鴨志田の奇跡、鴨志田の武勇伝。そうだ、さっき見つけた本をここに入れてみよう。ああ。え、なんだこれ、全部鈴井の写真か？大丈夫か？うん、ありがとう。なんかどうし
し湧いてきたよ。なるほどな、体育館は神聖な場所でもって自分はそこにいる神ってか。司法あんな目に遭っといて心底吐き出するぜ。あの野郎待ってやがれよ。おっあれおれいかにもなごつい扉じゃねえか。よし入ってみようぜ。おお、なんだこの部屋すげえ。ていうかこれ何そいつがお宝さ、ついに見つけたな。どういうことだ。お宝は場所を突き止めただけじゃ奪えない、実体化させてやんないと。実体化、欲望にはもともと形なんてないからな。自分の欲望が狙われているお宝だってことをまず本人に自覚させなきゃいけない。欲望を奪われるって強く意識させるんだ。それで初めてお宝は姿を現す。そんなのどうやってやるの。本人に予告してやるのさ。 お前の心を盗むぞってな。予告状かよ、まさに怪盗じゃん。ああ、これで潜入ルートは確保できた。あとは現実で予告状をぶちかましてお宝をもらいに行ってやるだけだ。予告状誰が用意する。はい、俺に任せてくれ。え、ここ大事なとこでしょ。あんたで大丈夫。派手にぶちかましてやりてんだよな。いいだろう。任せた。よし、お前ら覚悟を決めろよ。ああ、色欲のクソ野郎鴨志田卓殿、抵抗できない生徒に歪んだ欲望をぶつける。お前のクソさ加減は分かっている。だから俺たちはお前の歪んだ欲望を取ってお前に罪を告白させることにした。明日やってやるから覚悟してなさい。心の怪盗団より。なかなかのもんだろ。ネットでそれっぽいやついっぱい調べたからな。微妙、言いたいことはわかるけどバカな子が背伸びしてる感ある。あのマークもいまいちなんだよなってモルガナが言ってる。んなことねえし。鴨志田先生、なんかやったの？噂本当だったってこと？つかこれ、鴨志田先生から何か盗むってこと？心の怪盗団って何者？おい、何やってんだ？何見てんだ？え？あ？誰が？見ろよ、歪んだ欲望に心当たりありまくりのリアクションだ。おい、お前らか、これ。おい、貴様らか。おい、ちょっと待て。お前らか。だとしたらくだらんな。まあいい、どうせ貴様らは次期退学だ。来いよ、取れるもんなら取ってみろ。今の鴨下の反応、パレスに絶対影響が出てるはずだ。お宝出現ってこと？予告状を目にするインパクトは長続きしないし二度は起こせない。お宝を盗めるチャンスはたった一度きりだ。行くぞ。
つうか、お宝どこにあんだよ。あの、もやもやがあったとこでしょ。したらこの先か。もう少しだな。なんかちょっと緊張してきたかも。失敗できないんだよね。鴨志田やるにはお宝取るしかねえんだろ。あいつに苦しめられた奴らを助けるんだよ。あんたたちの退学もかかってるしね。ああ、おい、ジョーカ、どうした。スカル、様子がおかしい。あ、シャドウがいない。確かに。こっちだ。おい、モナ、どうなってんだよ。扉は開いてるし、シャドウはいねえしよ。他に警備を回して、ここが手薄になったのかもしれん。お宝さえ奪えば、我が輩たちの勝ちだ。おお、モンスター。お宝、大出撃。つーか、でけえ。どうよ、言った通りだろ。これで奪えるぜ、お宝。はしゃぎすぎだろ。いい加減にしろ、それが。いや、なんだ、レディの前でみっともない姿を。急にどうしたの。自分でも止められなかったんだ。人間の欲望にこんなにも惹かれるなんて、それって我が輩が人間ってことだよな。知らねえよ。とにかくお前ら運べ。あ、行くぞ。せーの。これ持って帰っちゃえばパレスが消えるんだよね。はずだぜ。よし、気付けろよ。今のうちだぜ。ほんま。ゴーゴーレッツゴーカモシダ。ソーリー。おお、それだけは誰にも渡せん。俺様が直々にここで始末してやる。それはこっちのセリフだ。このセクハラ野郎。勝手な勘違いだな。勘違い、人に言えないようなことしたくせに。隠してくれたのは周りの連中だ。俺様の実績にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち、そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。みんなで得するためにな。得だ。わからないバカが多すぎるんだよ。貴様ら青臭いガキどもも、飛び降りやがったあの小娘もな。全然。そうね、あんたにいいようにされて死んじゃおうとか、本当バカ。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けどどんなバカでもね、生きていくことにあんたの許しなんかいらないのよ。俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。俺様は他の人間どもとは違うんだよ。そうね、お前は人間なんかじゃない。ゲスな欲望に取りつかれた最低の悪魔よ。そうだ、俺様はお前らと同じなんかじゃない。この世界を支配する悪魔だ。なんだこいつ。全部俺様の勝手だろうが。見ろ、お宝あそこだ。隙をついて取ってやろうぜ。攻撃してチャンスを伺うぞ。授業を始めるぞ。凡人のクズのクソガキが。よし、決着をつけよう。やれ、パパ、くらえ。ベルトだ。くー、回復。回復だと、あの中のやつ食ったからか。クズども、今夜は寝かせねえからな。やれ、モナ、くらえ。アルトロフィーから破壊しよう。了解。おい、これの価値も分かんねえのに触ってくんな。もうやめろよ、教えたからな。やめろって言われると逆にやりたくなるんだよね。あ、
なことをして許されると思ってるのか。俺様はな、俺様はな、カモシダなんだよ。それがどうした。いやだから俺様はカモシダなんだ。俺様は王なのだ。人のことを見下してるくせによ。今のお前すげえとせず、わざわざ取りに来てやってんの。さっさと渡してくれる。黙れ。貴様らなんぞにあれは渡せん。ならこっちも本気でやってやる。俺様は王だ。俺様が王じゃなかったら誰が王なんだ。力づくじゃらちが開かないぜ。どうする。あのお宝を先に奪う。なるほど、鴨志田の気を引いているうちに誰かに奪いに行かせるんだ。誰が行くよ。モナ、お前が。賢い選択だ。攻撃して注意を引いておいてくれ。くらえ。いいか、この学校はな、俺様がいて成立してるんだ。貴様らだけなんだぞ。俺様を敬ってないの。この勘違い野郎が。ペルトラ。どこまでも俺様に盾ついて、こりゃとっておきをやらんとな。ゲージの時にブイブイ言わせてた俺様の必殺スパイク、必ず殺すスパイクだ。だこれ、やべえぞおい。大体貴様らは誤解してるんだ。セクハラなんてしてねえし、俺様にお近づきになりたいってんで向こうからモーションかけてきたんだ。うわあ、一匹足りない。どこに行った。もうチェックメイトなんだよ。うわあ、俺様の一番大事な。いけんじゃないこれ。よし、肩をつけるぞ。やってやる。ペルソナ、ペルソナ、ペルソナ。やったのか。あれ、お宝は。待て。どうしたの、逃げないの。昔からそうだ。ハイエナどもが奇才というのの押し付けばかり。そいつらの分までやっちゃってるんだ。見返りを求めて何が悪い。てめえのその歪んだ欲望、俺たちが何とかしてやる。怖い。今あんたは志保と同じ景色を見てるんだよ。志保だって怖かったけど飛び降りるしかなかった。あんたはどうするの。飛び降りる、それともここで死んでみる。どうもにとどめさしちまうか。まあ任せ。やめてくれ、頼むやめてくれ。みんなあんたにそう言ったんじゃないの。けどあんたは平気で奪ってたんだ。わかった、俺の負けだ。とどめをさせよ。そうすれば現実の俺にもとどめをさせる。勝ったお前らにはその資格がある。
られたら罪を証明できなくなる。あんたのは優しいな。俺は負けた。負けたら終わりだ。これからどうすればいいんだ。罪を償え。分かった。俺は現実の俺の中に帰ろう。そして必ず。おいおい、長話してる暇はないぜ。ここはすぐに崩壊する。走れ。これで鴨志田の心変わったかもなんだよね。多分こっちは退学かかってんだぞ。話は出てからだ。死ぬぞ。出られたみたいだね。 おいナビ見てみろ。目的地が消去されました。パレスが消えたってことか。お宝は？んだこりゃ、メダルになっちまってるぞ。あの王冠は？鴨志田にとっての欲望の源がそれだったってことだ。これオリンピックのだろ。過去の栄光にしがみついてただけだったってことか。まあ、とにかく待つか。鴨志田の野郎がどうなるのか。先日痛ましい事故が起きたことは皆さんもご存知の通りです。幸い命に別状はないと聞いてはいますが、回復にはまだ時間がかかるとのことです。君たち未来ある若者にもう一度考えてほしいのは命の弟さ。あ、私は教師としてあるまじきことを繰り返してまいりました。生徒への暴言、部員への体罰、そして女子生徒への性的な嫌がらせ。鈴井志保さんが飛び降りたのは私が原因です。私はこの学校を自分の城のように思っていた。気に入らないというだけの理由で退学を言い渡した生徒もいます。もちろんそれは撤回します。おい、鴨志田先生、とりあえず降りて解散、解散しろ。私は逃げない。志保だって死にたいほどの事件の続きをちゃんと生きてる。あんただけ逃げないで。まったくその通りだ。私はきちんと裁かれ罪を償うべきだ。私は高巻さんにもひどいことをしました。鈴井さんにポジションを与えることを条件に関係までも迫りました。今日限りで教師の職を辞して自首いたします。どなたか警察を呼んでくれ。条例は終了します。警察を。解散、解散しろ。すげえぞ。なあなあ、これ予告通りじゃね。怪盗ってマジだったってこと？本当に心が変わっちゃったんだね。みたいだな。高巻さん、ごめん。俺たち知ってたのに見て見ぬふりしてた。高巻さん、私誤解してて変な噂広めちゃってごめん。
私全然知らなくて。うん、いいの、私だって。それに全部済んだ話だし。君にも本当に悪いことをした。いつか埋め合わせするから。心が変わったのはどうも鴨志田だけじゃねえみてえだな。いやビビったわ、マジで改心じゃん。ああ、シャドウは死んじまう前に説得して現実の本人の元に返してやれば廃人化は起きないってわけだ。ああ完璧だよ。あ、どうだった鈴井の見舞い。志保、意識戻ったの。マジ少しだけだけど話せた。鴨志田が自分のしたこと認めたよって志保に言えた。私にごめんね。だって私が志保のために鴨志田にこびてたのバレちゃってたみたい。謝りたいのは私の方なのに。悪いのは鴨志田だぜ。志保のお母さんが回復したら転校させようと思うって。志保もそうしたいって言ったみたい。寂しくなんな。でも私もその方がいいと思った。だってここにいたらきっとつらいし。いつだって会えんだろ、生きてりゃさ。うん。私も変わんなきゃ。つうかさ、お前よく我慢したよな、鴨志田のシャドウ。私はただ鴨志田に直接謝したかったっていうか。アンドノは優しいんだよな。あんなクソでも廃人か、目覚めが悪いってか。いや違うけど、改心させた方が復讐になるなって思って。あいつのしたことを考えれば永遠に頭下げ続けることになるでしょう。世の中死ぬより辛い罰もあるなって思っただけ。これつうかさ、俺一つだけ気になってんだけど、なんであの変な異世界が鴨志田にだけあったんだよ。別にあの鴨志田に限ったことじゃない。欲望で心に歪みが起きてるやつなら誰でも持ち得るものさ。誰でも。まあいいや、じゃあさ、こんなメダルとっとと奪ってパーッと使っちまおうぜ。だったらその金で作戦成功の祝杯をあげないと。打ち上げってことか。その通り。じゃあさ、連休の最後の日にしようよ。私行きたいところあるんだ。決まりだな。みんなで打ち上げだ。おう。いらっしゃい。先日地下鉄で起きた列車暴走事故は未だに原因が解明されておらず、多発している精神暴走の関与と合わせ警察は事件の究明を急いでいます。これ気になりません？普通に暮らしていた人がある日急に乱心したり錯乱状態に、それも立て続けに。偶然かしら。あなたは高校生？どこの学校？囚人学園。ああ、知り合いもそこに通ってるわ。今大変よね。鴨志田って教師、人が変わったように自分の罪を告白したんですってね。それもある日突然。人間の心理状態ってそう簡単に変わるものかしら。私は必ず真実を暴いてみせる。どんな
な悪事も秘め事も白日のもと晒してきた心の刃を研ぎ澄まし見つけるの真実を。高校教師が全生徒の前で自らの罪を告白し辞職。天が与えたこの英知、磨くのは地層や心。この見狂わせるライバルよ、現れよ僕の前に。はい先生、抜かりはありません。早速調査に、必ずや良い結果を近日中にはお伝えできるかと。無の日より見言わせとけ、これが私の生きる道。決して受けてはなるまいぞ、あの方のお叱りを。必ず見つけ出すこの心が探し求めるもの。真実をライバルを必ず。いつか究極の美を描く、それだけが俺の生きる意味。魂を揺さぶるモチーフがこの世界のどこかに。必ず見つけ出すこの心が探し求めるもの。最後の絵画の源、必ず。プルトンのランチビュッフェ最高。さっきまで食うって豪語して本当に吐くとかバカなのか。いやお前もじゃねえかよ。事件のことまだつかめんのか、この無能が。おい普通に割り込みだろお前。何か。こっちが先だ。そうだよ。しばらく来ない間に客層が変わったな。託児サービスでも始めたか。おい待てよお前。ユージ構うな。おいユージ、はい、今の声、向こうに行け、失せろだけ。どうかしたか。いや何でもない。ならいいけど。わあ、まだ食ってんのかよ。文句ある。いや文句はねえけど。いくらでも食べられる。ああ、うん、何そのサイト。あ、いつの間にかできてた。ちょっとん、回答お願いチャンネル。ああ、回答をよくやった、勇気をくれてありがとう。なあ俺がな、あのパレスってのは誰にでもあるんだよな。歪んだ強い欲望を持ったやつならな。さっき俺らもあったんだよ、身勝手で人のこと見下してるようなクソな大人。俺らならさ、そんな奴らを改心させちまえんじゃねえかって思って。え、回答続けるってこと。おう、いやほら、せっかく鴨下のこと改心させたのに、まだ心の回答のこと全然信じられてねえじゃん。それにさ、我慢することしかできなかった奴らが感謝してんだぜ俺らに。そうだよね、困ってる人を見過ごしたら前の自分に戻っちゃう。ああ、お前どう思うよ樹。俺は別に構わない。あの力があれば人助けができるかもしれない。よし、じゃあ決まりだ。クソな大人どもあっと言わせて、俺たちの存在を世の中に知らしめてやろうぜ。よし、怪盗団の結成だぜ。
汚れた力渦巻くこの世界でねじ伏せられた揺れてる人たちがいる。その優しい心を救いたくて闇をまとうと心に決めた。あのさ、怪盗は君らなんだろ。見てくれた怪盗、お願いチャンネル。顔が近い。あ、ごめん。俺はいつかこいつを指示の声でいっぱいにしたい。怪盗団の正義の行いの役に立ちたいんだ。いいだろう。好きにしろ。よし。目覚めた瞳が真実のビジョンを映す。抗う心こそがこの俺の証。ここが私たちの心の居場所。絆を結んだ仲間と共に。どうして付きまとってくるの？付きまとう？心外だな。ずっと透けてたでしょ、電車の中から。それはやれやれ、いきなり車を降りたと思えば呆れるほどの情熱だな。結構結構。車から見かけて追いかけずにはいられなかった。君こそずっと探していた女性だ。ぜひ俺の。いやだ、ちょっと。俺の絵のモデルになってくれ。モデル？青い炎は終わりくせる魂。たとえ地獄に繋がれようと、正しきことは自分で決める。全てはこの心の命じるまま。ボイドソウルはスキルだね。二人の心を変えろね。上手にしているおめえならはたりかかけでしとまれ。生きてる生きてもレンタルランスにひるむのふざけた変更さ。やるぞお前らおっぱじめんぞ。いくぜ俺らが最強さ。心に刻んだマイルール曲がったことは許さね。この胸にできるファイトソウ歪んでそれはぶちのめ。従順矛盾失望に絶望ぶるってんじゃねえぞ。レッゲープ伝わりてみろって俺ら解答シンプルごとの大会さ。誰も泣かせない、もう誰も苦しませたくないの。真紅の道で私が立ち向かう。どんな悪だって容赦はしない。僕の抱えたこの魂は
本日はペルソナ5ザステージにご来場いただきまして誠にありがとうございました。おかげさまで、無事に大千秋楽を終えられたこと、嬉しく思っております。そして、今日は、キャスト2人からではなく全員から、一言ずつもらっていきたいなと思います。1人目アンサンブルのミッキーから。はい、アンサンブルキャストの金谷美京です。本日は誠にありがとうございました。アンサンブルの小川玲香です。本日はありがとうございました。はい、アンサンブルの橋本雅也です。本日は誠にありがとうございました。はい、アンサンブルの三林杏奈です。本日はありがとうございました。はい、アンサンブルの菅野圭太です。本日はありがとうございました。アンサンブルの佐々木俊也です。本日はありがとうございました。すいません、アンサンブル兼さくら宗次郎をやらせていただきました坂本和樹です。本日はご来場ありがとうございました。アンサンブルの駒崎大也です。本日はありがとうございました。はい、アンサンブルの三上雅史です。本日はありがとうございました。アンサンブルと川上先生とアン姫をさせていただきました南沢です。高いところからすみません。本日は誠にありがとうございました。ハゲその他諸々をやりました菅原武史です。本日はご来場ご視聴ありがとうございました。ハゲそしてメインキャストの、ご紹介というご紹介ご挨拶ご挨拶に行かさせていただきますけど、まずはモルガナちゃんでした。そして、はい、辻さんお願いします。お注射おじさんと指導教員とまだらみ一流最悪をやりました高松潤です。本日はご来場いただきまして、そしてご来館いただきまして誠にありがとうございました。またいつかどこかでお会いできる日を楽しみにしております。そして香港台湾の皆様、シェイシェイ、ヨジファイ、ザイチェン、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、鈴井志保役をやらせていただきました早乙女優です。皆さん本当にありがとうございました。初の 2.5 作品がペルソナ5ザステージで本当に良かったなと思っております。またいつかどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。俺かな、おじさま、はい、というわけで、小南くんの、ペルソナじゃなくておじさまの、山岸です。普段私は一言のところで、舞台裏を言っていますが、今回私のプライベートなことを言っておじさまらしく終わりたいと思います。私いまだに、キャッシュレス決済慣れておりません。本日はどうもありがとうございました。知らんどうでもいい、どうでもいいですね。どうでもいい。はい、回答団広報担当三島由紀役のぬかのぶ大衆です。こうして皆様に応援していただき支えてくださったおかげでこうして大千秋楽を終えることができました。僕はこの舞台が皆様の支持の声でいっぱいになったこと本当に幸せに思います。ありがとうございました。はい、北川雄介をやらせていただきました小南浩二です。ご感激ありがとうございました。今回ですね、すごく短い出演だったんですけども、ぜひとも次があることを信じて、ね、これから1年間、2年間、いつになるか分かりませんが、そうね、気をね、持って、ペルソナに向けて、いろいろ作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。言わんのかい。新島最悪の真理村薫です。ご観客ありがとうございました。全20公演誰一人欠けることなく千秋楽を迎えられたことを幸せに思います。このペルソナ5ステージが皆様に長く愛される作品でいられるようになるよう願っています。ありがとうございました。はい、鴨志田役の高木俊です。本日ありがとうございました。私は俳優としてあるまじきことを繰り返してまいりました皆様の前で裸になる
水着の女の子とイチャイチャするそして皆様に万歳を強要する、本日をもちまして鴨志田の役を降りて普通の俳優に戻りたいと思いますどなたか仕事をくれというのはまあ冗談で本当に鴨志田という役を本当にやれて、幸せでした。こんなにやりがいのある役本当にないなと思ったので本当に今回で終わるのが本当寂しいんですけれども、また次回作につなげられたかなと思いますので本当に次回の皆様頑張ってください。はい、本日はありがとうございました。はい、明智五郎役の佐々木芳秀です。本日はありがとうございました。全20公演本当に幸せな時間でした。もう本当に終わってしまうのが寂しいんですけども、もしまた次回があればまた皆さんとそして屋根裏のゴミに出会えるのを楽しみにしています。ありがとうございました。失礼しちゃうわ失礼しちゃうわね。はい、坂本龍一役翔太浩平です。ありがとうございました。全20公演ですか。最後の最後で僕はトンファー使いになってしまった誠に申し訳ありませんでした。やっぱ力が入りすぎてしまって、はい、見事にトンファーになって最後俺誰なんやろでも本当にこの舞台稽古場からものすごく大変で一生懸命みんなでこう力を合わせて作ったんですけど初日の幕が開けた時に俊二さんとかと話をして、うん、もう涙が出そうになったと。幕が開いただけで、うん、もう本当ラップとかも全然成功しなかったんですよ稽古場では。でも全然できなくてでゲネプロとかでようやく成功してって感じだったんでなんか本当に無事幕が開いてこうやって20公演、過ごせてよかったなと思っております。皆様の応援のおかげです。ありがとうございました。はい、高牧暗役を演じさせていただきました青寺幸です。本日はありがとうございました。私は普段マジシャンとして活動してて、舞台に立つこと自体が今回2回目なんですけれども、この2ヶ月間精一杯全力を尽くして、絶対に手抜きをせずにやってきたと思います。この2ヶ月間だけは2ヶ月間だけはというか、まあ、これからもですけれども役者として一つの仕事本職としてやっていきたいなって思います。本日はどうもありがとうございました。はい、本日は主人公を演じました井戸博樹です、本日はご来場いただきましてありがとうございます。そしてご視聴いただきありがとうございます。そして Foreign Countries People Thanks for your watching すごいじゃないすごいじゃない。気持ちいいね。やってんでしょうねこれ台湾、はい、香港でも、ね、それはね世界共通だもんね。そうですよ、はい、共通なのかな、いや分からん本当にさっき浩平君とかもいろんな方も言ってらっしゃいましたけど本当に本番開けるのかこれっていうぐらいすごく物量も多くてですね。で演出家の西森さん曰くシーンが70シーンあると。聞いたことはねえ舞台70シーンある舞台は聞いたことないですけど本当にもうそれを動かしてやるねこの装置がとかだったり照明で区切ったりテンションで区切ったりってすごくやることがタスクがたくさんあった舞台で、でもそのタスクを全部成功させることがやっぱりペースの5のステージの成功の道というか、であとはそれに向かって役者とかスタッフさんがすごくどうやってやってこう何を足して何を削っていこうっていう作業をねずっとやって、幕が開けた時はね正直僕も泣きそうでしたし、浩平君と袖でパーンってやるね、うん、バトンタッチ覚えて、バトンタッチ覚えて初日にしてね、はい、本当にこうなんかチームワークというかねワンチームをね、うん、流行語な流行語少なくね台湾だけどうわ香港どうした香港もなってくれ本当にこの作品の真ん中に立たせていただいて本当に幸せに思っております。またもし次があるようであれば、小南もまた出れますしねえ、そしたらね願ってますけど待て、うん、コナンの方が多いやんけありがとうございます。香港がぐわーなって、台湾もなれ本当にあ、すいません、はい、喋りすぎましたね、本番あんまり舞台中セリフないもんで確かに、はい、喋りすぎましたけども本当にここに立たせていただけて、そしてこの作品に携わらせていただけて光栄でした。これからもぜひ、ペルソナ5そしてペルソナ5ザステージとここの役者やスタッフさんのことを、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは本日はペルソナ5ザステージにご来場いただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。怪盗団の前に現れた北川雄介、その師匠は日本画家の斑目一龍さん。一体どこからこのような着想が？言葉で伝えるのはなかなか難しいのですが、泉に一つまた一つと泡が浮かぶように心の内から自然と湧き出てくるのですよ。まだらめを探ることになった怪盗だ。画家に関係する建物か。素直に考えると何だろう。美術館。ナビゲーションを開始します。お彼らの前に新たなパレスが現れる。そこで怪盗団はまだらめの、そしてユウスケの隠された真実を知ることになる。我が輩の言う通り入力してくれ。メメントスだっけ。オルガナに導かれて現れた巨大なパレス、メメントス。そして鴨志田先生に妙なちょっかいを出していた生徒らがいたそうじゃないか。奴らが何をしたのか誰なのか君に探ってほしい。分かったね、新島誠君。もう一人の新たな仲間、孤独を抱えた仲間たちが怪盗団に集う。怪盗団がたどり着く新たな事件、その行く末は。悪の花は栄えども、醜悪俗悪は滅びる定め。俺は貴様を絶対に許さない。新たな舞台が幕を開ける。ペルソナ5ザステージ楽しんでくれたか。名残惜しいけどステージはこれで終了だ。忘れ物しないで気をつけて帰ってくれよ。もしよかったらステージのアンケートをウェブから送れるらしいからチェックしてみてくれ。またどこかでみんなと会えるの楽しみにしてるぜ。じゃあな。